そしててやってはいいいいいいけけないとといううか気をつけた方がいいという症例を教覧していいいたただきたいと思いますこうやって笑った時にこう反対交互が見えてますけども横から見ると少しこう月のマークみたいにコンケーブと言いますけどもそういう風な顔立ちまたはこう笑った時とか口を閉じた時に少し成虫がずれてるようなそういう症例というのは額変形症の可能性があるので非常に気をつけた方がいいと思います。 こうやってみるとかなり反対交互が強いんですけれどもこの方まあ、なんとかギリギリ切断取れたかなって感じはあるんですがちょっと知り合いの関係でどうしてもやってくれと言われてやることになった患者さんですはい治療開始2ヶ月になります全市がなんとか反対が治ってきましたで、この方は就寝時と プラス起きている時1時間装置を使っていただいてあと口テープを寝てる時に使ってもらったりとかあとは寝る姿勢も重要なので仰向けに寝てもらったりとかかゆべ体操とか様々なことをやってなんとか2ヶ月でここまで頑張って治ってきましたで治療4ヶ月ですだいぶ全身治ってきたんですけどこの右上2番が少し治りが悪かったのでここを見ると分かりますが右上2番の新速に CR を持って これを2番を番前にに出そううというふうにしてますで。この段階でだいぶもう2番が出てきましたそしてやっぱり反対が非常に強いので QH をつけましてそして強速からフックを漏着してあるんですねそれで先ほど見ていただいた FM という「上額前方牽引装置」を使って そして上顎を前に出そうとしていますで、治療開始2年6ヶ月後ですかなり全体的に上顎が出てきたのでこういう風に改善してあと大人の歯も下顎は7番から7番まで上顎は6番から6番まで綺麗に生え揃ってきたと思います で、スマイルです術前の時はかなりこう顔立ちがコンケーブでしたけどもストレートに近い形になってきましたしスマイルも先ほどに比べて非常に綺麗になってきましたこれを見ていただけば分かりますけれどもここのコンケーブからストレートタイプこう笑った時も反対後法がだいぶ治って非常に綺麗なスマイルになってましたねで次にこれはやっていけないというパート2になりますけども こうやって見た時に顔立ちがもうすごく強いですよね顎も少し成虫がずれてそうですよねこういう方っていうのは非常に口を見る前に顔全体を見てそういう風な判断っていうのが必要になります非常に強い反対方法でこの方は完全に接単位は取れないという状態になってました そしてこの化学全紙を見てほしいんですけど化学全紙が少し絶速に入ってるんですね普通反対交互だと心速に出てないといけないんですがこういう骨格性の人っていうのは絶速に入っているのでそういう部分で 科学前を見ててていいいいいただくとと骨格性なななののかなっていのかっっうもわると思いますすやってはいけけパート3ですけど私もあのある時期何でも拡大すればいけるんじゃないかなっていう思った時期がありましてそれは勘違いしてたんですけれども C が抜けたらもう一気治療はやっちゃいけないよっていうふうに特に拡大強制は言われてるんですけれどもこの方は完全にこ,うこの右下の C が抜けて3番が神側から出てきて全く一種分スペースがない方です。ただお母さんと本人が少し でも直してほしいっていうことだったのでちょっと何とかしてあげたいなと思いまして始めました こうですねアップにするとここが非常に難しいというのがわかると思いますで上額下学ともに QH をバイヘリックスを入れて拡大してますで3ヶ月後ですけど多少ここに隙間が空いてきたことが分かりますそして1年後ですだいぶ広がってきましたまあなんとか入りそうですねすごくここなんとか入れたい入れたいって思っていてここばっかり見てたんですけれどもそうするとある時 ここの3番がなかなか生えてこないと思ってパントモを取ったところ2番の方に謹慎に傾斜して生えてましてこれはまずいと思ってすぐワイヤーを入れてそして回想牽引の方を始めましたこのようにここにボタンをつけましてここで引っ張るという形にしてるんですけれどもやはり定期的にパントモを取って。 その永久歯がどういう方向に生えているかというのをチェックしないとこういう風になってしまうので本当に皆さんも定期的にパントモを取られることをお勧めしますで2年2ヶ月後ですなんとかある程度出てきましてこの科学の3番に関しては問題ないんですけれども本来であればここの3番のスペースを十分に作った上で引っ張るのはいいんですけれども広げつつここの3番を引っ張っているという形になっています で2年6ヶ月後です。現在ですけれども、ようやくある程度は拡大して、そしてここの3番もだいぶ降りてきたところですけど、もう少し拡大するということが必要になると思います。このようにやっぱりパントもしっかり見て、そして原理原則に従ってやっていかないと、非常に厳しい状態っていうのもあります。そしてただ歯を入れればいいということだけではなく でここの横の写真見てもらうと結構上悪の前歯、下悪の前歯が心速に傾斜していることがわかりますこういう方っていうのは口が閉じづらくなったりするので広い視野でその歯だけを入れ込むことだけに集中するのではなくて他の歯だったり願望だったりとか あと歯の傾斜そういう広い目で見ていくことが非常に大事になってきます一期治療をやられていない先生も多いかとは思いますのでどうやって始めたらいいかっていうのを結構聞かれるんですね自分なりにこういうふうに思ってるんですけれども手順としましてはまずは私も一回も入局するまで強制やったことないんでわかるんですが歯が動くという感覚が全くないんですねなので拡大症っていうのは こう印象を取ればこうやってできてきてすぐ使えるわけですのでまず拡大書を使って創生を改善したり歯を動くことを覚えるっていうことをお勧めしますそしてあんまり患者さんというよりも自分のお子さんだったりとか親戚のお子さんとかあとはスタッフのお子さんだったりそういう方にお願いして こういうことを始めていくのが一番安全かなっていうふうに思いますこういうふうな創生があったらこういう拡大症だけでもまあこういった形になりますのでぜひまず最初はそこら辺からスタートするのがいいんじゃないかなと思いますまたこういうふうに取り外しの装置っていうのは使えないお子さんというか 使ってくれない患者さんもいますのでこういうふうに固定式のの大装置が使えるううになるうになななっていううに思いも非常事か思ますこれができるようになった上で MRC とかプレオロソとか仮鉄式の装置を使えるようになると仮鉄式装置ができないお子さんが治りが悪かったりすることに対して対応できるようになるので。 こういうふうに前凸感があったとしてもこうやって2つの装置をうまく併用することで直すことも可能になってきます。で、さらに成長の方を勉強していただくと化学を前方に誘導したりとか上学を 急速に拡大したりとか科学を成長を促進させたりとか骨格的なアプローチができるようになりますのでそういったことも非常に大事かなというふうに思いますこういう反対攻防でも骨格的なアプローチをいろいろやることによってオペを少しでも確率を減らすということが可能になる場合もあります一治療ででの注意点です術前に抜歯矯正のリスクも十分にお話ししておくことが大事になりますまたた先ほど見せたような手術オペになり そうな患者さんをできるだけ避けた方がよくてそれを強制専門医にご紹介した方がいいと思いますそして取り外しの装置だけでなくって固定式の装置も使えるようにしておくというのが非常に重要になってきます一期治療のまとめです一期治療だけで終わることっていうのは非常に難しいと思いますので一応終わったとしても18歳ぐらいまでは経過を見るべきです。 そして、矯正専門医との連携も非常に重要となってきます。一期治療はここまでになります。続きまして、二期治療についてのお話になります。二期治療というのは、成長がなくて、すべての歯が放出しているので、非常に考え方としてはシンプルになります。まず、ワイヤー矯正があります。ワイヤー矯正と言いますのは、最高の伐止矯正装置だと考えています。そして、インビザラインです。 先生方も多くインビザラインやられてる方も多いと思いますけれどもこちらは私は最高の非抜歯矯正装置だと思っておりますでは抜歯、非抜歯の基準というのはどういうふうに考えるのかということになりますまず上悪前歯、下悪前歯が支持軸が良好かどうかっていうところが一つありますこれには当然セファロも必要になりますしまた口が閉じづらいかどうかという患者さんからの問診も必要になります そしてこのように創生が多いか少ないかそういうことも大事になってきますそして大級子剣士が一級かどうかっていうところもポイントになりますまず大級子が一級かどうかというのは上学の5番が下学の5番と6番の間に入っているかというのが一つポイントになりますそして剣士の一級というのは上学の剣士の先頭が下学の3番と4番の 間に入っているかというのがポイントになりますので確認してみてくださいでこれが大きくずれている場合は当然抜歯ということになると思いますでは症例に行きたいと思いますこれは私がインビザラインを初めてやったケースですけどだいたい5年前ぐらいですねで。 先ほどの基準に沿って考えますと創生の方はここの左上の全子の部分を見てると軽度度から中等度ににななりますすのの軸といいうのは特に問題ないですそして大級子の関係というのは上洛の5番が下学の5番と6番より前に出てるので2級ということになりますで本来は2級ですので抜歯症例になりますただこの方はブラケットはつけたくない 妊活のために1年ぐらいで終わらせてほしいということだったのでインビザラインの方を始めることにしましたこのようにインビザラインをセットしましてアタッチメントをつけてそして1年ぐらいでこのように終了しましたで終了後1年6ヶ月後です非常に安定していると思われます初心時と現在の状況です若干創生は少しだけ残ってますけれども患者さんとても満足されておりました でこのようにここの笹息の紙が甘くてここはうまく改善しないっていう説明してたんですけども。 思った以上に噛んできたことにびっくりしましたでこれが上が術前に作ったクリーンチェックで下が実際の治療後の写真になりますでこの上の写真よりも噛み合わせの関係がむしろ実際の方が噛んでるというところに少しびっくりしましたただしこの化学の大球種もともと倒れていたところはやっぱり倒れたままであまりアップライト起きては来なかったんですね これを見てやっぱり抜歯した場合は必ずこういう抜歯したところに倒れてきますのでこれを見ても抜歯によるインビザラインっていうのは難しいんじゃないかなっていう風なのがここで分かりますでインビザライン2症例目です創生の方は中等度人によっては重度と思うと思うんですけども全子の軌軸としては前凸ただ大急死関係はここがほぼ1級になる患者さんですこの方は十分イインンビザラインで治るか ただ創生が強かったのでちょっと IPR のディスキングの量は増えたと思いますけれども1年後に終了して綺麗に創生も取れましたし前突感も非常に綺麗に治ったと思いますこの症例を見てインビザラインはすごくいいなと思いましてこれの後にアイテロの方を購入して今に至ります術前術後ですねこうやってかなりの前突感が正常な被害を取り戻しましたし前方から見てもほぼ成虫が一致してますので非常にいい状態だと思います と思いますでインビザラインのメリットになりますけれどもまず見た目がいいっていうのは当然ワイヤー矯正に比べたらいいですし歯にしかマウスピースが付いてませんので装着感が非常にいいっていうこともありますそしてワイヤーを付けた時にいつも問題になるのがちょっと除去時に虫歯を発見したりすることが非常にストレスだったんですが外してチェックできるので清潔な状態を保ちやすいっていうのは非常にメリットじゃないかなというふうに思いますそしてワイヤー矯正の の場合は一回一回ワイヤーを外して。 いいいワイヤーに交換していくという作業があり非常に時間かかるんですけどもインビザラインの方はちゃんと適合さえしていればすぐチェックして終わりということなので非常にいいですしワイヤーが刺さっていたいとかブラケットが取れたとかそういうトラブルが非常に少ないのでスタッフの方にお任せしてもある程度できるシステムかなというふうに思ってますでここもいいとこなんですけど5年間再作成無料ということがありますので早めに始めてちょっと少し創生出てきたりとか問題あればやり直す ということも可能なのですすごくいいいいいところじゃないかなかっていう,ふうに思いますそしてやっぱり私もそうですけどちょっとこうアルジネート印象っていうのはちょっと気持ち悪くなりやすいのでアイテロっていうのは非常にいいなっていうふうに思いますそしてワイヤー矯正だとかぶせ物が入ってたりすると装置をつけるのが非常に難しかったりとか場合によっては一回外さないとで仮場とかにしないといけないんですけどそのままやることも可能なことも多いのでそういう補綴つしにも対応しやすいっていうのもいいところじゃないかなと思いますでワイヤー矯正 ののの場合大休止の延伸移動がでできないバシ矯正になるということも多々ありますので大疾疹の遠心移動ができるっていうこと自体がバシの数を減らすことができるということなのでそこも非常にいいなと思いますそして最大のメリットっていうのはこのようにクリーンチェック上でいろんな治療計画を細かく設定することができるそして実際数値で見れることができるっていうのがすごくいいなと思います。IPR ディスキングでですけどもそれを医師単位で こここれを細かくやるるととがでできいいいうのもいいところです特にいいのは1本歯がもともとの方っていうのは今までワイヤー矯正でやると本当に最終的に噛むのかどうかっていうのをやりながら調整しなきゃいけないんですけどこの場合は最初からどれぐらいディスキング IPR すればいいのかって分かるので患者さんにも説得力がありますし こちらととしても非常にスストレスがないと思い思ますただこういうふうにいいところばっかりなんですけど当然デメリットもあります。インビザラインのデメリットとしましては装着しなかったり時間が短いと計画通りに動かなかったりとか1回のスキャンで終わればいいんですが 何度か再スキャンすするる必要性がああ場合もありますそしてバシ矯正はどうしても苦手でしてワイヤー矯正で部分矯正だったりとか全額的に付け直す必要がある場合も当然あります。 ではインビザラインをやらずにワイヤーで火箸をしたケースを見ていただきたいと思います先ほどの基準として創性は中程度ここの部分が2番が高外側に転移しているところ前肢の角度っていうのは特に問題ありませんでしたで、大休止関係っていうのは1級になってます それでこの患者さんの2番を入れてきた時にどういう風な四軸だったりとかあとは真ん中が合うのかどうかっていうのが不安だったのでこういう場合は今までだとセットアップモデルといって石膏の歯を一つ一つ分割して作っていくものを必要になってきますこちらがセットアップモデルになりますこれを見て火箸でやるプラン問題ないということが分かりましたので進めていくことにしました ブラケットをつけて2ヶ月後ですこういうふうにここの部分にオープンコイルというものを入れてここの隙間を作っていますで8ヶ月後です、まあ、だいぶ広がってきたのでここの2番にもボンドしまして前に出しておりますで11ヶ月後なんとか出てきましたそして絶液が出たのとちょっとリアクションが出て少しここら辺に隙間が出てきましたなかなかそこの噛み合わせが作れなくて少し時間がかかっております2年1ヶ月かかって ようやく安定ししてきましたでで除去時です2番も問題なく出てきまして真ん中も問題なくそして大休止関係も今までで通り同じ状態で仕上がることができましたこう見ていただいてもセットアップモデルとほぼ同じような状態で術後を迎えてますただしこのセットアップモデルというのは料金が3万円ぐらいしたりとかやっぱりこれでバッシュプランも作ったりとかするとすごくやっぱり時間もかかったりとかすごく大変だったんですねなので未だ だったら間違いなくインビザラインにしてるんじゃなないいかなと思いますイインビザラインビラであればクリーンチェックを何度もやり直すということが可能ですのでやっぱり火箸治療というのはインビザライン本当に向いてるんじゃないかなっていうふうに思いますしインビザラインが出たことによって適応が広がってるっていうのをすごく感じます。 しかしワイヤーで直さないといけないケースっていうのはどうしても出てきますこちらの症例になりますけれども化学全紙を見ていただくとかなり創生が強くそして上悪全紙が化学全紙がかなり前凸しておりますでしかし大給紙関係は1級になっています大給紙関係は1級ですけれどもこの全紙の創生もしくは前凸感を直すっていうのはやはり私としては火箸では難しいんじゃないかなと思い箸というふうに診断しました この口元を見てもかなり糖質感があるので。 この方はやっぱり口を閉じるのでかなり苦労されてるなっていうのが分かりますのでワイヤー矯正で抜歯というふうな決断に至りましたで少しでも抜歯のスペースを使いたいのでこういうふうにインプラントアンカーアンカースクリューというものも使っておりますでこの抜歯化を使って創生と前凸感を直していくっていうことになりますで除去時です更新を見てもかなり口元がきれいになって口が閉じやすい状態になっていることが分かりますし スマイルも非常にに綺麗なったと思いますす除去時の航空内で成虫もほぼ合ってますし大臼歯関係検死関係もともに一級で創生もなくなって非常にいい状態になってますで補填2年後ですけどその状態でもほぼ変わらず航空内写真としても特に問題ありません こちらが側棒になりますけれどもここの E ラインがかなり突出してましたけれどもきれいにライン状に更新が載ってますのですごくいい状態になりましたやはり口元を直すというふうなことに関しては抜歯矯正にしなきゃいけなくって多分インビザラインでも後々できるようになってくるとは思いますが構造上やはりワイヤー矯正の方が今は優れているというふうに思います 続きましてやってはいけない症例ということになりますけれどもこの方は創生に関しましては化学全史に創生がありますそして全子の主軸ですけども前史は上悪前史が神速に傾斜しているそして化学前子は絶速に傾斜しております大急死関係は本来は上枠の5番が化学の5番と6番の間に来なければいけないんですけれども大きく 後方法に位置しております。 なので大きく大丘種関係が3級ということになりますし科学剣士を見ても上顎の剣士が科学の剣士4番より大きく遠心にありますのでそういう意味で骨格性の反対交互科学前突という,ふうになりますそのような方をワイヤー矯正でやろうと思うのは馬刺矯正でも難しいと思いますのでこういう方はオペの可能性が非常に高いです。そして願望写真を見ますとやはり顔が 非常に長くて少しコンケーブつきのような形になっておりますのでこういう方は非常に注意しなきゃいけないので矯正専門医とかかにに送った方がいいかなっていいなううふうに思いますここまでインビザラインだったりとかワイヤー矯正のお話をしましたけれどもではどうやって二期治療を始めていったらいいのかっていうことになりますけれども私個人の考えとしましてはまずはエッジワイズブラケットでワイヤー矯正そして火柱の治療っていうのをまずやった方が いいかなというふうに思います。 先ほど示した通りこういう型を火箸で直していく火箸でワイヤー矯正でやっていくっていうのはエッジワイズ装置の基礎を勉強する意味では非常にいい勉強になると思いますのでそういうところからまず手掛けた方がいいのかなと思ってます次にエッジワイズブラケットでワイヤー矯正を行いそしてバシケースっていうのをやるっていうのはその次に大事だと思いますで先ほど見せたこういうような症例をバシをしましてこういう風に直していく 小休止抜歯の治療というのは矯正歯科治療における重要な知識だったり技術が網羅されてますのでこういうことをやって基本的な部分をマスターしていただくそれが非常に大事になってくると思います例えば一期治療の治療でうまくいかない場合っていうのはほとんどは抜歯矯正になると思いますがその患者さんを強制専門医だったりとかにお願いするっていうことも可能だと思いますができれば寺院でしかもご自身でや られれば患者さんの満足度っていうのは上がると思いますのででで対応できるっていいいううのがすすごく大事ななななことなんじゃないかなっていうふうに思いますそしてそれができる上でインビザラインをやっていただくとそういうことが非常にいいと思いますそれはやはり患者さんがインビザラインを使わなかったりする場合も当然ありますでしょうしインビザライン治療中のトラブルに対してリカバリーを行うことができるっていうことも非常に重要な部分だと思いますただ やっぱり僕も強制化に入るまでは強制やったことなかったのでどうやって始めたらいいかそこが不安だと思いますそこでよく岩渕さんもおっしゃってると思いますけれどもまず強制医に来ていただいて一緒に診療するのを継続するっていうのが非常に大事になると思いますまあ、ついね経営的なことを考えるとその分その時間帯に別の診療するっていうのもわかるんですけれどもやっぱり強制を覚えようと思ったら一緒に患者さんの口腔内を見て一緒に 治療をさせていただくっていうことがすごく大事じゃないかなっていうふうに思いますそしてそれだけではやっぱり統計だった勉強っていうのは難しいので講習会に通うっていうことが大事になってきますその講習会もただ話を聞くだけじゃなくって基礎的な座学と実習っていうのが必要になってきますまあ、やはりエッジワイズ装置その中でもストレート系でいいと思いますがそういうものの年間コースっていうのがすごくいいんじゃないかなっていうふうに思います テクニックだけじゃなくってセファロ分析や診断についての総合的な勉強ができるものがいいと思います講習会の終了後も講師に質問できたりとかそういう環境がすごくいいんじゃないかなっていうふうに思いますのでまあ、要は強制専門医になるためのトレーニング的な環境と同じ状態を開業されながらやることが一番大事なのかなっていうふうに思ってますまた勉強だけしただけでも難しいので機器を揃えるっていうことも大事になってくると思います 思いま,すまずは先ほどから言っている通りセファロが必要になってとまり、まあ、自分もなかなかねあの覚えるまで時間がかかったんでなかなかこう踏み出せないっていうのも十分わかるんですけれどもこれがなければどういう患者さんなのかっていう診断ができないしまた 治ったか治ってないかっていうのが正直わからないと思いますのでぜひ購入されることをお勧めしますしかしセファロっていうのは結構幅を取るので設置スペースっていうのが非常に必要になってくると思いますそしてセファロだけでは正直全種の四軸一本一本はわかりませんなので四軸一本一本を CT で見ることが大事になってきますし給紙部においてはどれぐらい給紙部を拡大できるかそういうことも見る必要がありますそして前腹死ともある場合もありますので前腹死がどこにあ で、そして隣の歯を損傷している可能性がないかそういう部分も ct じゃないと見れないと思いますさらにこれからは睡眠時無呼吸症候群というのが非常に重要なテーマになってきます小児の睡眠時無呼吸というのが今注目されていますのでそういう部分で軌道分析ができるっていうのもすごく大事なことなのかなっていうふうに思っていますまた顎関節ですね顎関節を詳しく調べるっていうこともやはり ct で大事になってきますので特に科学 吸収がどんどん進むケースっていうのもありますのでそういう場合開口になってきたりする場合もありますからやっぱり CT っていうのは非常に重要な機器なんじゃないかなっていうふうに思います。で先ほどスペースがないとなかなか難しいっていうことは言いましたけれどもセファロをもし入れるスペースがなければ CT でも1回の CT データから 3D 構築だったりパントモだったりセファロ画像を一度に作れる機会もありますのでそういう CT を取っていただくっていうのも いいのかなっていうふうに思います。で。 これからの矯正ということになりますが当然今アイテロ皆さんお持ちの方も多いと思いますけれどもそれにさらに CT のデータっていうのを足していただいて歯根を統合してシミュレーションしていくっていうのが歯間を直すんじゃなくてこれからは歯根のいい位置に持っていくっていうそういうふうな時代になってくると思いますそして 3D プリンターこれもお持ちの先生も最近ではいらっしゃると思うんですけどもそれを使って院内である程度マウスピース矯正が 完結できるるっていうののががこれからの時代になってくる可能性があります。そしてワイヤー矯正もスキャンして CT 取ったデータからシミュレーションをしてオーダーメイドのワイヤーだったりとかオーダーメイドのブラケットを使って。 で最短で最適なオーダーメイドのワイヤー矯正っていうのがこれから出てくるんじゃないかなっていうふうに思いますし現に今出てきてると思いますでマウスピース矯正でもワイヤー矯正でもデジタル化っってていいいいいううののはは加速すするっていうのは間違いないと思いますそしてインビザライン等のマウスピース矯正が進化していって GP の先生方が手掛けやすくなることっていうのも間違いないと思います。そししてててシシミュレーションっていうのもさらに進化していく といいいいうのも間違いないと思いますそのためには最新機器をいかに早く導入していくかっていうのが大事になっていきますしそのために原資となる経営を良くしていく必要性があります。ただし どんなに矯正が進化していっても評価するのは歯科医師なのでやっぱり診断が一番大事ななのかなと思います一般の GP の先生方っていうのは本当に細かい作業をしてて本当にテクニック的にはすごくある先生が多いと思います。 で矯正っていうのは意外とテククニック自体ははそんななに難しいいものではないです逆に診断体系の方が非常に難しいと思うのでそちらの方をもちろん手先が動かなければ始まらないんですがまずやはり診断というのをベースにして考えていただけたらと思います。 最後になりますけれども患者さんと長く接することができるっていうのが GP だと思っていますかかりつけ歯科医が虫歯や歯周病を管理していくように強制治療がででききててててそして交互も管理できれば患者さんにととっっ福音だと思っていますただし強制歯科っていうのは本当に奥が深いと私いつも思うんですけれども障害学習だったり投資っていうのがすごく大事になっていると思います。 強制歯科ができれば経営的にも安定しやすくなると思いますぜひともに本気で実践していきましょう今回のお話が皆様のお役に少しでも立てたら幸いですご静聴ありがとうございました 今回は初めての試みといたしまして、YouTube で学べる歯科治療技術ということで、矯正を始めるための第一歩という動画、ですね前編後編で今回まで2回にわたり、大狭間先生にご講演いただきました。この後ですね特別動画といたしましまて 強制を始めるための第一歩、現場で実践するための Q&A ということで、私が大狭間先生にです、ね、実際に院で強制を始めていくために、どういうことをやっていったらいいのかということをです、ね、考えてくれて、こういうことがちょっと、ね、疑問になるんじゃないかなとか、あこういうことが、まあ、ネックになったりとか、こういうことが難しいところあるんじゃないかなというふうに私が思うところを大狭間先生に質問させていただいて、回答していただいたです、ね、15分ぐらいの動画があります。でこちらもです、ね、ご覧いたただくためには 弊社の歯科医の地域一番実践会の LINE 公式アカウント、こちらの方を行っておりまして、こちらに登録していただきますと、ご覧いただけるようになっております。こちらの LINE 公式アカウントに登録していただきますと、質問を回答していただくためのフォームがです、ね、送られてきますので、そちらの方にきちんと回答していただいた委員長先生には、こちらの矯正を始めるための第一歩、現場で実践するための Q&A をお送りさせていただきます。でこちらの LINE 公式アカウントの登録につきましては、概要欄に URL が入れてありますので、概要欄を ご覧いただきまして、URL を1回クリックしていただきますと、もう3秒ぐらいで登録が完了、すぐにいたしますので、ぜひ今すぐ LINE の公式アカウントへの登録を完了していただけたらと思います。LINE 公式アカウントに登録をしていただきますと、こちらの動画だけではなくて、もう本当に超有料級のロームを中心としたです、ね、6本の動画が無料で,です、ね、プレゼントさせていただくことになっておりますので、こちらの方もご覧いただけますので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。でですね、今すぐ LINE 公式アカウントに登録していただきまして、こちらの共生を始めための第一歩、現場で実施する ための Q&A の動画えぜひご覧いただけたらと思いますえそれでは今回二回にわたりましてえ強制を始めるための第一歩をご覧いただきましてどうもありがとうございました